元クルブジサン・ルイス通称元クルブは、ブラジル・マラニョン・シュー・サン・ルイスを本拠地とするサッカークラブである。カンピオナーとマラニエンセでの通算優勝回数は、サンパイコヘイアに次いで2番目に多い。サンパイコヘイアとのダービーマッチは、スーペル・クラシコと呼ばれる。マラニョン・シュー・サン・ルイスにて、シクロ元として1937年9月13日に創設された。当初、クラブは、 オートバイ大会にのみ参戦していた。1938年にサッカー部門がクラブに設置された。1973年、元クルブジサン・ルイスはカンピオナーとブラジレーロセリエ A に初めて参戦し、39位につけた。1982年、カンピオナーとブラジレーロセリエ A で28位となった。これが同大会におけるクラブの最高成績である。 1944年から1950年まで、元クルブは、カンピオナーとマラニエンセを7連覇した。ホームマッチは、通常、4万人収容のエスタジオ・ゴベルナドール、ジョアン・カステイロで行われる。また、2万1人収容のエスタジオ・ニョ・ジーニョ・サントスでも、試合を行う。ありがとうございます。